クルブデポルティーボ・ホルヘ・ウィルステルマンは、ボリビアのコチャバンバを本拠地とする、サッカークラブである。ボリビアのプリメイラ・ディビシオンに所属。1949年、ラボ航空に勤務している人たちのためのクラブとして、設立された。クラブの名称は、ボリビア初の民間パイロットであるホルヘ・ウィルステルマンに、由来する。百四十九年、ラボ航空に勤務しているによって、 クラブが結成される。最初のクラブ名はサンホセデラバンダであったが、後にボリビア人発の民間パイロットの名前を取り、現在の名称に変更。最初のクラブカラーは空をイメージした水色と白色であったが、後に赤色と青色に変更された。1958年、1959年、1960年と、 ダパスサッカー協会チャンピオンシップを賛成派。1960年、南米のサッカークラブのチャンピオンを決定するコパリベルタドーレスが開催されることになり、この大会にボリビアのクラブとして初めて参加した。このシーズンが第一黄金期である。1972年、1973年と国内チャンピオンシップを2連覇。 1973年のコパリベルタドーレスではグループリーグでアルゼンチンの強豪 CA リーベルプレートと同グループに入る。CA リーベルプレートとの敵地ブエノスアイレスの試合で2-2の引き分けに持ち込む歴史的な一戦をもあったが、あと一歩でグループリーグ突破を逃した。この頃が第二黄金期である。1977年。 この年に始まったボリビア全国を対象とするプロサッカーリーグであるプリメーラディビシオンに参加。1980年にはブラジル代表のジャイルジーニョを獲得し、1980年、1981年のプリメーラディビシオンを連覇した。1981年のコパリベルタドーレスではグループリーグで同じ価値点で首位に並んだ。 ザストロンゲストとプレーオフを戦うことになる。中立地のサンタクルスでラシエラのラモンタウイチアグレラ競技場で開催されたこの試合に4から1で勝利し、グループリーグを突破。準決勝リーグで敗退したが、このシーズンが第3黄金期に数えられる。ホルヘウィルステルマンのライバルは同じくコチャバンバを本拠地とするクルブアウロラである。 この2クラブの対戦はクラシココチャバンビーノと呼ばれている。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。